はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、名前書くの忘れましたね。はい、ということになるんで、順番に行くんですけど、織田信長ですね、こちら。これ、織田信長を殺した明智光秀を、豊臣秀吉が殺すというね。はい、こうです。ポイントです。はい。織田信長を明智光秀が、殺しました。はい。そして、明智光秀を豊臣秀吉が殺すというね。はい。こういう状況になっているのが、豊臣秀吉ということになりますね。はい。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。